通用中がなびら、皆様こんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。最近子どもたちと一緒に琉球舞踊の稽古をしています。というのも今度の日曜日9月の8日に名護市民会館におきまして、かりゆし芸能公演ということで、新里直子琉舞道場の皆さんにご出演いただくんですけれどもね、子どもたち元気いっぱいお稽古に励んでいます。大切に紡がれてきた私たちのこの琉球芸能が次の世代にもつながっていくっていうのは本当に嬉しいことだなというふうに思います。公演情報はですね、この後のめぐみのあさぎだよりでも詳しくお届けしたいと思います。沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は浦添市の松本哲司市長と沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。松本市長は1967年浦添市のご出身です。興南高校卒業後、琉球大学法文学部法政学科政治学コースを卒業、その後ヨーロッパ、中南米、東南アジアなど世界を放浪します。帰国後、東京にてイギリス系の金融コンサルティング会社に勤務。1996年にカリフォルニア大学バークレー校を卒業し、社会福祉学の修士号を取得します。2002年 NPO 法人ライフサポート手だこを設立し、代表理事に就任しました。2004年沖縄県産業振興公社より人材派遣プログラムにてフロリダへ派遣、2010年ハワイ東西センターおぶちプログラムに参加します。2013年に浦添市長に初当選、2017年より2期目を務めています。それではお二人のおしゃべりをどうぞ。浦添の松本市長と対談できるというふうに聞いたので、今日は敬意を払ってですね、浦添織です。今日も ありがとうございます。いい産物作ってますね。いやいや、もうまあ何ですかね、浦添、うん、メイドイン浦添っていうもの自体が少ないもんですから、そういった意味では私の前を担当した義馬前市長の思いもあってですね、うん、やはり浦添さんのものということで、まあ、織物っていう新しいものを挑戦していますので、浦添、市長は今日は浦添織ではないですね。ないですね。これはヤクルトスワローズですね、はい、ただ一部入ってるんですよ。そうですか。これあれ、どっちだ、こっちですか、うんうん、こっちは浦添織がちゃんと入っておりまして、浦添織とヤクルトスワローズの、まあ、コラボかりゆしというんですかね。調べるとね、歴史もあってね。そうですね。ちゃんとこれをこうビジネスに乗せていくということ、うん、これは大変でしょうが。そうですね。はい、まあ、織物という、まあ、業界自体が非常に、まあ、難しいところでもありますので、うん、まあ、そういったところを、まあ、歴史も踏まえて、やはりメイドイン浦添というものをですね、うん、どういうふうにして普及させていくかということも踏まえてですね、ですが、ただ浦添織を売るだけじゃなくて、例えばこうヤクルトスワローズとコラボでですね、かりゆしという形にして皆さんに知っていただくとか、そういった取り組みもしています。これ僕の理解では浦添という町のブランディングが、うん、イコール浦添織のこれ創生というか未来につながるなと思いますけどね。そういうことになると思いますね。ですからより多くの人が浦添という町を知って、あ、浦添って面白いなというところで、うん、また浦添織で通して応援していただける、そういうふうな状況にしたいですけどね。ところで松本さんと呼ぶと、20年前からこのテレビで共演することがあったんですよね。懐かしいですね。もう20年ですよ。今映ってるのでちょっと照れくさいんですけど、20年我々もちょっと老けたなと。そうです。いや、松本さん若いよ。いやいやいや、ね、びっくりしましたよ。20年前の映像を見ると自分で自分にびっくりしますよ。覚えてますよ、この OCN のテレビで、私生放送を、はい、ケーブルテレビね、ケーブルテレビで
で松本さんはアメリカの留学から帰ってきて、沖縄で浦添で医療のそれこそあの介護のあれ元年でしたよね、ビジネスを始めるんだということをメディアでもこれが重要なんだと、沖縄の将来というのはこれ大事なことになっていくんだということを強く主張しておられたんですね。やはり介護とか福祉がもっともっとその社会のメインストリームになっていく時代が必ず来ると、まあ、20年前から思っていましたので、そういった意味ではまあ、正しかったかなと思いますよね。その分野だからこそ旧来の、まあそのまあ、ちょっと専門的なあの話になるんですけど、そういう保護するとかですね、受給の対象になるとかって、そういった措置制度から新しいやっぱ一人一人の人権に基づく対等な関係での福祉政策、介護政策っていうのが、まあ、ちょうどスタートする、まあ、黎明期だったのかなと思います、ね、そうでしたね。2000年前後でしたね。そうですね、2000年、ちょうど2000年ぐらいですね。今まさにあの大突入してしまった高齢化社会を20年前に学問してきたわけですね、うん、そして沖縄に戻られて、まさにその分野のことにそのご自身で起業し、仲間たちと一緒に浦添の町でそれ始められたんですよね。そうですね、その時のことを少し思い出していただいて、その学校を卒業していろんなことを勉強してきたので、うん、今度はそれを現場で実践したいということで、まあ、自分で始めるその前に今の日本の仕組みというか大きな組織の中でしっかりと身につけたいというのもありましたので、まあ、浦添市内で有名な総合病院に就職をしまして、うん、ここで6年間いろんな現場の経験を積ませていただいて、その後今度はまた独立して小さな NPO 法人を自ら立ち上げてですね、介護事業福祉事業に取り組んできたというところですね、うん、あの百花繚乱、はい、百花繚乱、これもおそらく政治を志すところに もう関わってくる、うん、それは松本さんにとってこの言葉はどういう意味を持っているんですか。そうですね、これはあの昔から会社を立ち上げる前から僕の好きな言葉で、うん、まあ、私のいつもメッセージ出してもらいましたね。そうですね、福祉的な思想にもつながるんですけど、百花繚乱、百の花が咲き乱れるっていうことなんですけども、うん、やっぱりその一つの花だけが、まあ、きちんと整列して咲いているっていうのは美しいですけど、やっぱり それぞれの違う百種類の花が無秩序に咲き乱れるこの美しさ、うん、だからやっぱり一人一人その人らしく自由にあって、それで全体として美しいっていう、スマップのあの曲みたいなもんですね。そうですね、言われてみればあの世界に一つだけの花ですか、うん、それに通ずるものがあると思いますけど、じゃあその作られた会社でも、勤められた会社でも、で今の職場である市役所でも、そういう考え方がベースにあるんでしょうかね。そうですね、もう基本的にはそうです。僕 の仕事上もそうでしたけども、うん、やっぱり一人一人がその人らしく、自らの幸せを追求していく、それのお手伝いをするというのが、前の私の NPO 法人の、まあ、ビジョンでもありましたし、今でもそれは変わりませんね、うん、もしかすると浦添市民全体がそういうことをメッセージ出しておいでなんですかね、うん、ですね、ですからそれが一番その町としてもできるようにというふうに私は考えてますね、うん、ですからそれが日本だとか世界だとかって大きなことではなくて、まずは私たちのこの浦添市から、誰でもが誰でも、その人らしい生き方、幸せを追求していくことをですね、みんながまた応援していける、そういう町を作る、そういう社会を作るっていうのが、まあ、ざっくりといえば私が市長でいる意味だと思っています。あの浦添談義をしたいんですけどね、はい、松本市長と対談ができるということは、ここ 2,3 週間ちょっと浦添の町を歩いたり、うん、良いものを読んだりしましたよ、はい、あのすいません、那覇に住んでるとね、あのそれは多くの人がね、那覇のベッドタウンという、うん、あるいはあのこういう歴史観だとか町のコンセプトだとかいうことはあまりこう意識せずに、多くの人が浦添と関わり、浦添に住みということが、失礼ながらそういうことが多いような気がするんですが、はいはい、そうですね、そうはあの古の王都なんですよね。そうですね、首里以前の、うん、まあ、琉球王都発祥の地でも、うん、ありますので、あの分かっては一回学んだことはあるってありますが、改めてこう歩いたり見たりしますとね、この浦添の持ってる価値というか、もともとのポテンシャルが、
他の地域とこれ相対的にですよ、あまりにも伝わってないということを私も感じているんですが、おそらく市長自身がすごく強く思っておられるんだろうなと思うんですが、はい、それにはやっぱそれなりの理由があってですね、琉球と伝わってない理由という、そう、発祥の地でもありますけれども、やはり我々沖縄にはまあ首里城というか首里王朝文化が非常に歴史上三千と輝いていますので、その以前の浦添というのがどうしても霞んでしまうというのもありますし、浦添がですね、逆に本当に発祥の地らしい田舎にいればまだなんか古の雰囲気もあったかもしれませんけども、那覇市のまたベッドタウンとしてですね、ある意味発展もしてきていますので、ですからその古き良き伝統文化の香る町と言われてもピンとこないし、ですからそういった中で非常に難しさもあったのかなと思っています。でも言ってしまえば、あの混沌とした中で最初何かが始まっていって、それをきちんと形づけて、まあ次の時代に進んでいく最初の何ですか、取っかかりというかきっかけは非常に浦添から始まっていることが多いんですね。これはですね、伊波富裕先生がこれ東京で書かれた浦添湖、その古琉球という、はい、あの中でその多くの、まあ、これ専門家中心に認識、あの時にできたんですよね。そうです。つまり昭和氏が首里に王朝を建てる前の都は浦添だった、浦添ブスクだったということは、これ多分ね、テレビラジオ聞いてる人、多くの人はそうなのという話になるぐらい知られてないはずということと思ってますが、どうでしょうね、これは。いや、そういうことになると思います ね、それが伝わることで僕はまた浦添という町の展開が変わってくると思うんですよね、一番シンプルな考え方としてはですね、今の首里王朝文化っていうのをいわゆる京都の文化だと、歴史だと認識すればですね、浦添はその以前、京都以前の奈良の飛鳥時代だったりですね、それに当たると思ってるんですね。ですからここで生まれて大きく成長していって首里に向かっていくという、その前段の部分ですから、琉球時代の一歩手前の古琉球、古い琉球、古琉球の時代がまさに浦添時代というふうに認識しています。首里、浦添城跡にグスクがあったわけですよね。そうですね。そこに春天、これ固有名詞はちなみにみんな知ってるんですよ、春天がいて、栄宗王がいて、そしてサットが出てくる、その次に首里という文化が生まれてくる、しかしあの頃にその培われた、まあ、琉球 その古琉球の歴史文化価値みたいなことはここから始まってるんですよ、ね、ここから始まってます。ですから浦添がそれだけ複雑だっていうのは現代的な時代背景もありますけども、その首里に行って後の浦添城跡ですね、そこが今度は第二次世界大戦で非常に大きな激戦地になって、まさに、まあ、行かれた方は分かるようにここにお城があったなんていう跡形もないと言ったら失礼ですけども、それぐらいこっぱみじんになっているわけですよね。ただの丘みたいな形になってしまっておりますので、そこをまた復元するかいろんな論議もありますけれども、やっぱりそこで沖縄戦という歴史も得てきての今があるという、まあ、非常に複雑なというんですかね、意味深な場所でもあるなと僕は思いますね。古琉球の時代、これはね、市長の部屋で浦添の町の全体像みたいな地図を見せてもらったりすると、これ港、牧港があってね、はい、それこそその、キャンプ金沢のでこの旧流地の、すごく豊かな土地だっただろうなというのは改めて見ると分かるんです、ね、そうですね、海外貿易ですね、中国との貿易もこの牧港港から1400年代の王朝ができる以前から朝貢貿易していた、朝貢貿易をしているという意味でも、まさに何て言うんですかね、ただ古い歴史だけじゃなくて新しいもの、新進気鋭のもの、外の世界、そういったものにどん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 関わっていくきっかけに、浦添っていう場所が、さまざまなものがあるわけですよね。僕まだ歩けてませんけども、一つこれ市民レベルでやりたいこと、首里からそれこそ浦添グシクまでのこれ回廊がありますよね。ありますありますよ。これきっちりつなぎたいですね。今つながりつつあるんですけども、つながりつつあるちっちゃな道、ね、私は逆に浦添側から首里に向けて歩いたことあるんですけど、
やはりこんな道あるのって思ったりですね、ここ突っ切ってたのとかですね、ありますから非常に面白いです。仲間ヒージャーのところからこう行って、うん、で首里で行くと首里城が見えてくると、その平らの石橋があって、あそこも那覇は復元しようとしてます。遠山の石畳通って、こう本当に馬がこけたっていう、そういう坂をですね登って越えていくと、この首里にタクシーから入っていくっていう、これしっかりムーブメント作ってみましょうよ。面白いですね。これは今教育の中でも例えば今言われてますね、沖縄県内におけるその義務教育の中でも沖縄の歴史教育が今足りない、ここは大変基礎力として問題なんじゃないかというふうに提起されてますね。沖縄国際大学が琉球史を入試に科目に入れたと、それは浦添からの発信が一躍変えるんじゃないかなと。だから、その辺の歴史を実際に細かく見ていくと非常に面白い。首里と普天間をつなぐ普天間参詣宮、その道があって、やっぱりその途中にいろんなものが出てくるんですね。ですから物語にもたくさん出てきて、京塚で休んでいる時に地震にあってて、それで京チカチカっていうそのまあ言葉ができたり、あるいは首里に献上するお茶を作っていた、お茶の山だったっていうところが今茶山っていう形で地域に残ってたり、前田というところも名の田んぼという、非常に田んぼがあったところなんですよね。ですからその中間地点として仲間、中間の間ってことで仲間っていう地名がついたとか、面白い話がたくさんありますので、それも一つ一つ紐解いていくと本当に浦添の歴史も深いものがあって意味、意義深いですね。という歴史が寝ていても、そのポテンシャルが寝ていると中で、浦松本時代、松本さんの市長時代に入ったと。でいよいよ浦添がすごく注目をされている時代に僕は入っていると思いますよ。そうですね、キャンプ金沢の話の、それから、この秋の、モノレールの延伸、浦添の西原まで行く、はい、大きく変わりますね。大きく変わりますね。大きく発展している浦添は現代的な建物が立ち並んでいるところでもありますけれども、実は歴史的にも沖縄にとって大変重要な場所なんですよね。松本市長は首里を京都に例えると浦添は奈良と、この例え本当に分かりやすい例えだったんですけれども、今後ますます発展が期待されている浦添は文化の価値としても非常に沖縄で大切な位置を占めると、今一度こうした歴史の、歴史の価値、文化の価値に目を向けていくというのも本当に大切なことなんだなというふうに思いました。お話の続きまた来週お届けしたいと思います。今週のコーラルラウンジは浦添市の松本哲司市長と沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は舞台公演のご案内です。今度の日曜日、9月の8日日曜日、名護市民会館の中ホールにおきまして、午後の1時と4時の2回公演、かりゆし芸能公演が行われます。これまではかりゆし芸能公演は国立劇場沖縄を中心に行われておりましたけれども、今年度からの新しい取り組みとして、お出かけ公演ということで、いろんなところで公演が行われています。またこれまで大人の皆さんの出演が多かったんですけれども、今回は子どもの、伝統芸能公演ということで、元気いっぱいの子どもたちにご出演いただくことになっております。9月8日日曜日の公演は2部構成になってまして、第1部でおなじみの泳げたいやきくん、そして第2部ではルンルンバルーン琉球舞踊の公演が行われます。この第2部のルンルンバルーン琉球舞踊、私が演出をさせていただいてるんですけれども、これまで那覇での公演とか、それから海外での公演をやってきたんですけれども、ヤンバルでは初めてということになりますので、ルンルンバルーン琉球舞踊なんですが、ルンルンヤンバルンと
ということで、キャッチフレーズをつけまして、ヤンバル初演ということになります。チケットもすでに取り扱い始まっておりますので、詳しくはですね、名護市民会館の方にお問い合わせをいただくか、新里直子琉舞道場の方へお問い合わせをください。またフェイスブックでルンルンバルーン琉球舞踊のフェイスブックもありますので、こちらにもチケット情報など載せております。詳しくはですね、お問い合わせは新里直子琉舞道場、電話番号 090-1513-3379 090-1513-3379 番にお問い合わせください。楽しい公演となっています。皆さんのお越しを心よりお待ちしております。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか、1週間の振り返り聴取も可能です。さらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しています。こちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます。また沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか、私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますので、お時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。